で、オクターブで重ねても面白いです。音楽誌プレイヤーさんとの連動企画、ゼロから始めるギタリストのためのシンセサイザーということで、今回はミニローグ XD を使ってバンドサウンドで使えそうなシンセサイザーのサウンドを作っていこうと思います。いつも変な音ばっかり作ってるんで、まあ、たまには普通に使えるシンセサイザーのサウンドも作ってみようと思います。で、ミニローグ XD はプリセットで十分使えるサウンドがたくさん入ってるんですけど、一から音作りすることによってプリセット使う時にも自分の思い通りのサウンドにエディットしたりできるんで、一からサウンドを作るっていうのはすごいおすすめです。で、今回は USB ケーブルでパソコンを介して MIDI キーボードにミニローグ XT がつながってる状態なんで、鍵盤から音を出して音を作っていきます。じゃあプリセットのサウンドが作られてないイニシャルプログラムを選択します。まあ、イニシャルプログラムは VCO1 のノコギリ波だけのサウンドです。じゃあ、こっからいろいろサウンドを作っていこうと思います。まあ、あえてこういうシンプルなサウンドをそのまま使うっていうのもありなんですけど、まあ、いろいろいじってちょっと今回やっていこうと思います。じゃあ、まず VCO2 のボリュームも上げます。で、VCO2 のオクターブを一つ上げます。で、ポルタメントのつまみを少し回します。で、ユニゾンをオンにします。で、ボイスモードデプスを少し上げます。で、ディレイをオンにします。これちょっとなんかアナログシンセっぽいリードサウンドが鳴るようになりました。で、左下のジョイスティックは横がピッチベンド、縦がモジュレーションになります。で、上方向にジョイスティックを動かすと LFO が深くかかるようになります。で、下方向にやるとフィルターをコントロールすることができます。で、このジョイスティックはエディットモード、プログラムエディットのボタン4でコントロールすることができます。で、今、ジョイスティックの Y のプラス、上の方向には LFO の深さが割り当てられてます。で、ボタン4を押すと、さらに Y プラスレンジ、LFO のかかる深さをコントロールすることができます。で、ちょっと減らしてみます。ちょっとビブラートが浅くかかるようになりますよね。こんな感じでフィルターのカットオフもコントロールすることが可能です。
で、VCO のウェーブ、波形を変えるとまたサウンドが変わります。じゃあ三角波でやってみます。クケイハで、ボイスモードデプスの値を大きくすると揺れが大きくなって厚みのあるサウンドになります。じゃあ次はシンクリードのサウンドを作っていきます。で、VCO1 はノコギリ波を選択します。で、VCO2 もノコギリ波を選択します。で、オクターブを上げます。で、EG、エンベロープジェネレーターでターゲット、ピッチ2を選択します。で、EGINT をマイナスの方向でマックスにします。で、EG のアタックを上げます。で、VCO1 のシンクをオンにします。で、シンクのかかったリードサウンドになります。じゃあ VCO2 のオクターブをもう一つ上げます。ユニゾンモードにします。で、ディレイをオンにします。やっぱりエフェクトをかけると、なんかちょっと上品な感じのサウンドになりますよね。で、アンプ EG はアタックを、アタックの値は上げないで、ディケイとサスティンをマックスにして、リリースも0の値にします。で、VCO2 のクロスモジュレーションの値を上げると、さらに複雑な変調のサウンドになります。じゃあ次はシンプルな感じのシンセベースを作っていきます。じゃあまず VCO1 のノコギリ波のみを使って音作りします。
EG のターゲットをカットオフにします。で、フィルターのカットオフを下げます。EGINT の値を上げます。レゾナンスの値も上げます。アナログシンセらしいちょっとベースのサウンドができました。でさらにユニゾンモードにします。でボイスモードデプスを上げます。厚みのあるシンセベースのサウンドができました。でさらに VCO の2を重ねることも可能です。でオクターブで重ねても面白いです。今回はリード系のサウンドを中心にサウンドを作りましたが、次回はコード系のサウンドを作ろうと思います。